おはようございます。5月11日水曜日です。本日の水揚げ状況はちょっとね、悪天候のためね、少なめですかね。そんなに多くはないっていう感じなんですけど、すがもうパッと見もうヒラメがちょっといいですね。活魚自体はそんなにね多くないんですけど、すごいな、まだヒラメがこんなに上がるんですね。はい、競り場ですが、そうですね、昨日、おはよう、ゆうたくん、戻ってきたぞ心臓止まっちゃったよあそう、ありのままでいくぞ、ありのすげえな、これ仙崎。なんか上手やね、立て方が。あ、ね、これでもまあ久しぶりだからね。あ、この少なめですね。そんなに多くはない。あ、これいいですね。赤エビ久しぶり。かわいい。メガレどんどん増えてくると思います。浜の北。おはようございます。5月12日木曜日です。本日の水揚げ状況はそんなに多くはないけど、まあ、大きな石ガレイがありますけど、こいつもう少し大きいといいんですけどね。お、でかいでかい、いいです。あ、釣り立ちですね。ハギ置きですよね。2つもらおうか。はい、今日もね、うちは早めか。あー、ベニズワイすごいね、これ山もう終わったもん。あ、もうおおはい、こちらがもう、はい、今日はね、設置が入って、はい、検査、はい、浜でアワビですね、キャンビタです。ビリビリ、ことある。おはようございます。5月13日金曜日です。本日の水揚げ状況は、今日はまあまあありますね。こちらにもタイが、これも結構大きいですね。かわいそうだな、狭くしいね、これは。これいいですね。これは結構超えてる。これでかいね。セリバですが、あ、生き締めの、はい、長崎の、いいですね。すごいね、これ。ビアンビアンです。はい。もう綺麗な。連長はね、今思ったほど。これ立派なね、バリなんでしょうけど。逆にめちゃくちゃでかいですね。これは立派な石だよね。もうちょっとね、やっぱ。おはようございます。5月14日土曜日です。本日の水揚げ状況はまあまあですかね。そんなに多いってほどでもないけど、ああ、マゴチ、おー、すごいね、やっぱ故障台が増えてきましたね。ずっとすごいよね、どっか
はい、黒ですけど、よいしょ、すごいでかいね。3.5キロ、2キロ、5いいサイズですね。おはようございます。5月16日月曜日です。本日の水揚げ状況は結構いいですね。この時点でホップスゴも結構ありますね。今日はそうじゃん。さあ、これがね、たくさん上がってくるようになります。吉野ごち。黄色。はい。でこれで1キロちょっとぐらいかな。まあでも悪くはないですね。300円なのか丸木の300円なのか丸木の丸木の時間がない。ほらから吹いた感なのか1000円なのか600円なのか500円なのか首の3。おはようございます。5月17日火曜日です。本日の水揚げ状況はおいいですね。今日もね、こちらにもヒラメが、はい、ねですね、でかくすげえ。あたあたもちょっと大きくなったかな。うわ立派な。下のね、よう超えてます。これもでかいね。おはようございます。5月18日水曜日です。本日の水揚げ状況は、今日はさすがに少なめですね。こいつはちょっと細いですね。お正代イカです。欲しい。あ、ね。今日はタコもちょっと。
仙崎便ですね。おー、綺麗だね、この大きなね、この浜もこれ動きあるかな。そう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 、おはようございます。5月19日木曜日です。本日の水揚げ状況はまあまあですかね。まあ半分ぐらいっていう感じですね。釣り立ち、おお、いいね。カツオは1本。うん、ありがとう。おお、いいね。はい、赤いか、立派なね。はい、北海道の、はい、おお、すごいすごい。はい、イサキはこちらですね。もう相場がそれだったんだね。そうやろうね。あ、よう並んでますね。しかも、お、これでか、すごいね、これ。あんこ、はい、これでかっ。はい、いっぱい、はい、いっぱい、いっぱい。3000、3000年度からか、立派な度からか、26の2573。おはようございます。5月20日金曜日です。本日の水揚げ状況はまあまあですかね。大きいね。おー、の名簿ですね。こちらが1、はいはい、これは小倉便ですね。はい、イカサバ、トビウオがシーズンですからね。うおー、でっかい黒サップ。鹿児島。鹿児島？はい。うん。いますか？カラコ。カラコちゃん。ハモ。モンゴウイカ、でかいね。冬場はね、たくさん見てたんですけど。デカカンパチ、でかいな。おはようございます。5月21日土曜日です。本日の水揚げ状況は今日は少なめですね。ちょっと土曜日にしては、まあ、どちらかあー、そうなん。1.3 少ないね、今ね。これはすごいね、ビリビリ。この歯、中間ぐらいまで。いいね、に瞳。はあ、これ立派な。
はようございます。5月23日月曜日です。本日の水揚げ状況はまあまあですかね。おいいですね、これ何この方がいい場ですが4ミリあいいですね。あこうこれ立派だね。これ1キロ点先いつもあるじゃん。あいちょんいちょんいちょんにはいちにあいちょんしまいちにあいちにおはようございます。5月25日水曜日です。本日の水揚げ状況は今日は少なめですね。そうですね、1.5 キロぐらいかな。あ綺麗な、いいね。ああ向こうがこういう柄があるよ。なかったらね戻るんだけどね。あ横筋増え台ですね。あこうですね。胡椒マズラはい、はい、人よりこちらはマハタです。こういかこれはかなり こちらがブランド。おはようございます。5月26日木曜日です。本日の水揚げ状況は少なめですね。かわいいな。ラメはしてますね。これでかいね。入荷してますね。これどうですか。うわーすげー。おはようございます。5月27日金曜日です。本日の水揚げ状況はまあまあかな。ここにダブルが貼ってたんで、
昨日もまあまあ。約ぐらいの。いいね。5キロぐらいかな。あ、よう超えとらない。節気味上がってます。全然。あ、これは立派だね。はい。ちょっとね、小ぶりです。おはようございます。5月30日月曜日です。本日の水揚げ状況は少なめですかね。やっぱあ、これいいヒラメですね。イシダイです。こんな感じ。おはようございます。見えんね。まあまあできる。お、綺麗だねこれ。これはこの隣が、おはようございます。5月31日火曜日です。本日の水揚げ状況は少なめですね。じゃあこれもらっていきましょう。あ、マグロはでかシイラですね。あ、これはこんな感じかな。今日クラゲでくらい門も出てきましたけど、色ありますね。おはい、はい、今日も高知の金目鯛。おはようございます。6月1日水曜日です。本日の水揚げ状況は、これは900ぐらいあるんじゃないかな。あ、赤花。あ、こっちはでかいね。これは80グラムぐらい、たくさんはないでしょうけど、もう少し出てくると思う。ああ、いいですね。ほら、でかい。これは立派なマナガツです。
猛者ですね。すっぽんですね。すっぽん、すっぽん。はい。はい、これアジの岩ガキ。おはようございます。6月2日木曜日です。本日の水揚げ状況は少なめですね。まあでも行ってないですね。おはようございます。いいね。うちは持って一応冷やしておいて、そしたらもう兄貴が言うときは、もうそんな飽き方聞くときになったらもういらんって。山盛り。おはようございます。6月3日金曜日です。本日の水揚げ状況はまあまあありますね。おはようございます。はい、今日はい、大分の鹿児島か宮崎、はい、白行きますか。はい、千崎。はい、これは千崎。今日こっち前がなかった。おはようございます。6月4日土曜日です。本日の水揚げ状況はまあまあですが、3kg。 おー、いいねサイズですね。あー、よこいしょ。ハガツオが久しぶりに動いてですね。これアンク、カメ、カメ、おお
おーすげえ。無理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 そう。少ないね、歯もね。今日はお芋を。おはようございます。6月6日月曜日です。本日の水揚げ状況はそうですが、まあわずかに、いやー明日もないだろうね。はい、あ今日も北海道の魚がないね。わずかにタコがありますね。ハモもちっこいタイが、まあでも綺麗な。大変ねこれ。おはようございます。おはようございます。開くれの。おはようございます。6月7日火曜日です。本日の水揚げ状況はないですね。やっぱさ、本当にわずかですね。アジ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 オッケー。2ベース。この蓋の下はこう。来ましたね。3キロぐらいかな。あでもこれも、ね、この石がれいいですね。あこれいいですね。こっちもわずかにバーリー。また今日もおはようございます。6月8日水曜日です。本日の水揚げ状況はまあまあありますね。よかったです。大きめの下の、あカマスが、おお、2キロ後半ぐらいですかね。
ガードカ90番から3つ全部来た。3杯おはようございます。6月9日木曜日です。本日の水揚げ状況は、前かな、かつげも中でかい。こっちやね、これ相当でかい方やな、これ。はい、釣り場ですが、よいしょ。はい、入れます。ビリビリ。先崎に鰻とサワラがね、おお、ね、高いな。はい、いいサイズのね。はい、生き締めの。イカガードカニさん、ガードカニ千円、ガードカニさん、ガードカニ千円。早かったね今。おはようございます。6月10日金曜日です。本日の水揚げ状況は、まあまあですかね。内藤がおります。ハガツオかわいいね。ハガツオいいね、すごいっす。いいね。おお、高い。香りがまたこの何日、できましたね。こちらが瀬付きの中の方ですね。これ立派な。おはようございます。6月11日土曜日です。本日の水揚げ状況は、今日は少ないですね。結構厚みがありますね。いいんじゃないでしょうか。こんな感じ。あれちょっと可愛いですよね。あーすね。えない。相変わらずいいね。ムチムチですけど。こっち。こらすごいね。1キロ。ハマチ。ああ。今日は。はい。北海道。おはようございます。
6月13日月曜日です。本日の水揚げ状況はまあまあありますね。はい、セリカですが、これすごい。珍しいです。綺麗な。あ、なんか久しぶりですね。はい、こちら仙崎の海ですね。これお店用で。ぼちぼちあるんだけどな。おお、すごいすごい。はい。あ、いいけどね。おはようございます。6月14日火曜日です。本日の水揚げ状況は少ないですね。いやー、まあ、昨日ね、おー、クエ、あー結構太いね。太いやろ。あー結構太い。でもあーすごいすごい。タイも今日は少しあるんかな。タイもね。はい、セリはですが、今日も釣り出し、あ、いいね。ごまさば、赤ハゼ、昨日タイ値段したね。少ないですね。あ、もうこれを、あ、マナガツ、おはようございます。6月15日水曜日です。本日の水揚げ状況は少ないですね。はい、活魚もねほぼほぼないですね。こんな感じ、わずかにね。はい、これは、はい、送りですけど、今日は、福岡こぶし。タコか。すごいわ、これ。はい。だけ出てきましたね。おはようございます。6月16日木曜日です。本日の水揚げ状況はまあまあですかね。ビヤンビヤン、あー京都です。可愛いですよね。今ました。10キロほど。ハモですね。いや、こう。
サイズの煽りが。週間ぶりですよね。あ、綺麗なね、ここのなかなかの。あの初代の仲間なんですけど、こちらにも石もこれ今行くね。はい、仙崎のオラクロウニです。わー、これ剣先やな、ね、少ないです、ヒラメ。おはようございます。6月17日金曜日です。本日の水揚げ状況は、はい、活魚、まあ、どんどん上がってきてますんで、いいね。おお、はい、おお、ないですけど、あ、でもこれ、あ、これ結構大きいですね。ポツンと、はい、サラがものすごいでかいね、これ。レンチを、あ、出ましたね。え、だい、タコもパッと見、あ、2.3 キロ近いんじゃないですか。こっちもいいです。あ、まだこっちの方がいいかな。130円、うん、はい、今日は、はい、今日は、おはようございます。6月18日土曜日です。本日の水揚げ状況は、まあまあですかね。あ、そっか、大きいですね。ですね、ビヤンビヤンです。今日も目標を立て、はい、本月店長、あ、あとはどう使うですね。これ、あ、これ、あ、ありがとう。はい、あ、オリカです。おお、かわいい。あ、数もそれほどでも、あ、これでかいね。はい、またこうです。川ひじめの天台、これ結構大きいです。ありがとうございます。7、8、あれ、はぎから来たんだね。コトビウオ、おはようございます。6月20日月曜日です。本日の水揚げ状況は、まあまあでしょうかね。ヒラメ、ヒザミ、カワハギ、こっちがよく目立ちますね。おはようございます。いい探す、ああ、まあ、はい、ありがとうございます。はい、鹿児島、
はい、アオリイカも。マハト。よそす。いいな。ああ、いいね、丸いね。はい、はい、アマもね。おはようございます。6月21日火曜日です。本日の水揚げ状況は、今日は少し少なめですかね。いいよな、なる。うわ、ハモ。断面もいいですね。足赤キロぐらいですか。ヒラマサ剣先。はい、今日はアマダイが一番いい。サダイ、はい、今日の綺麗だね。おはようございます。6月22日水曜日です。本日の水揚げ状況は少ないですね。久しぶりに取れます。いいな。あ、大きいねこれ。あ、おはようございます。あ、昨日出た。おはようございます。夜ちょっと風ないたぐらいが出た。あ、すごいすごい。これは立派なね。のマハタですね。はい、ああ、Aサイズの変節気の小味ですね。三号、三号さんどこからか、三三、三三ならどこからか、三二の三千、三。おはようございます。6月23日木曜日です。本日の水揚げ状況は今日は多いですね。釣り立ち子供が差し上げ食べたいって言ってでっかいアマダイ。これは出ますね。うわ、でかわ、次第おはようございます。6月24日金曜日です。本日の水揚げ状況は
キロぐらいかな。ここで刃物も少ないですね。これは大きい。でかってありますね。これも裏が少しだけ欲はい。おはようございます。6月25日土曜日です。本日の水揚げ状況は少ないですね。もうほとんど出られてませんね。もう本当におはようございます。6月27日月曜日です。本日の水揚げ状況はまあまあですかね。はい、ですね。先週末はね、大きくなってきましたね。ちょっと変わった。でかいですね。うまい。こっちもね、ぼちぼちいっぱい買います。おお。おはようございます。6月28日火曜日です。本日の水揚げ状況は。まあですかね。イガラですね。青旗。これはまあ。はい、競り場ですが。ああ、おはようちゃん。キリンです。
い、はい、こちらは。よう入っちゃうね。に、伊勢付き味が。おはようございます。6月29日水曜日です。本日の水揚げ状況は、まあまあですかね。そんなにね多くはないけど、まあ。店長小木さんも今日もそんなにお、はい、見物、うちのイカシが少なそうですね。これでかいね。おはようございます。6月30日木曜日です。本日の水揚げ状況は、少ないですね。これいい通りだな。はい、これを貝割り、でかいね、これ。今日はね、スズキ。でかっ。あれだけは珍しいやろ。カメ。物のカマス、はい、クルマエビが出ますね。ほら立派な、はい、ケンサキ、カードカー線路線カードカーじゃん、カードカー3カードカー線、カードカー、おはようございます。7月1日金曜日です。本日の水揚げ状況はまあまあありますね。いい方ですよね。いいね。立派。ほほほ。綺麗だね。これはいいスズキですね。おお、ね、3キロ台、これよく超えてますね。うなぎですね。天うわはい、今日は4号ハードカー4線の線がどうか、5号ハードカーが563ハードカー6号ハードカー6線の線7号ハードカー8000ハードカー8号ハードカー線の線7。おはようございます。7月2日土曜日です。本日の水揚げ状況は、今日もまあまあですかね。おお、弱ってるわけじゃないんですけど、うまいですね。すごい。
本ガツオ、これいいですね。長崎、うわでかっ思ったよりでかかかりだしたね。重なってます。ハモも結構いいですね。これは大きな鯛、買い物がすごい。カーメン、エゴチリ、スーパーで締まりのアコ、これはうっかりです。いいですね。ただブランドって言ってアオリ、鯛がね少し出てきました。あんま、はい、今日も設定後か、はい、バルキロー4番、はい、9号でバルキロー。おはようございます。7月4日月曜日です。本日の水揚げ状況は、やっぱりね少ないですね。ないですね。うわ、大きなクエ、あキアラ青旗ですね。こちらがキジハタ、大きなもないけどね、そのぐらいまであるんですね。はい、イラですね。サメの渡りですね。おそらく今日は、はい、こちらにもマハタがあり、だけそれ低いね。おはようございます。7月5日火曜日です。本日の水揚げ状況は、水揚げはないですね。寂しいね今日は。しょうがないね。これはネットで譲った方がいいから時に白バイ、トビウオ、検査、はい、ハギの赤売りも、かわいい。はい、ビタサバ、おはようございます。おいしそう。はい、おはようございます。7月6日水曜日です。本日の水揚げ状況は、血が少しね、なってますね。おー、これ、なかなかいい、これ大きいね。Thank you.
かい、これは。いや、美味しいよ。そうなん、普通に色濃いちゃうじゃん。かわいい天だ。3キロ、4キロぐらいあります。うん、綺麗な。うわ、綺麗な。綺麗ね。おはようございます。7月7日木曜日です。本日の水揚げ状況は、今日はまあまあありますね。はい、うまい。あ、いい方です。はい、盛大。はい、タイがね、少しずつできますね。はい、今日は剣先もそうでもないと思うけどね。うん、あー綺麗だけどね。で、うちわエビが、はい、今日も赤。おはようございます。7月8日金曜日です。本日の水揚げ状況はまあまあですかね。以前もね、ちょこちょこ見かけるんですけど、立派なおこりだ。まだ出荷中っていう感じですね。おやられるから、おお、まあまあの大きさだな。でも39ね、これ。おはようございます。7月9日土曜日です。本日の水揚げ状況は少ないですね。ね、何件かが、松浦、長崎ですね。あ、これどこの、あ、ビタサバ、ビリビリです。
この赤下は、はい、見るばっかりで叱られそう。